待って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 、いい子だから静かにして、落ち着いていい子にして。この声ってラプンツェルだ。あなたって本当にいい子なのね。とってもいい子よ。ヘトヘトになるまであの悪いやつを追いかけてたのよね。悪いやつ？それなのに誰もあなたを褒めてくれない。ひどいわ。待てよ、そいつが悪いやつだ。ちっとも悪くないわ。大きな可愛い子よね。そうでしょ、マキシマス。いや、冗談は顔だけにしてくれよ。聞いて、今日は私の人生で一番大切な日なのよ。だからお願い、この悪いやつを捕まえないでおいてくれるかな。一日だけでいいの。その後は二人で好きなだけ追っかけっこして構わないから、いいでしょ。あのね、今日は私の誕生日なのよ。ラプンツェル！ソラ！無事だったのね！ラプンツェルも！そうだ！お友達が増えたの！マキシマスよ！フリンとは前から知り合いで追いかけっこする仲なのよね！ソラにグーフィー、ドナルドよ！私を守ってくれてるの！さあ、町は近いぞ。外の世界にはこんなに楽しいことがあったのね。ソラたちのおかげで知ることができたわ。ありがとう。ラプンツェル嬉しそうだな。お邪魔ね。町の人が話してたよ。夜になったら明かりが飛ぶんだって。へえ、俺たちも行ってみよう。消えたプリンセスに。18年の間、窓の外を眺めて夢見てた。あの光が空に舞い上がる様子を間近で見たいって。想像してたのと全然違ってたら、どうしたらいいの？違わないさ。夢が叶ってしまったら、次は何をしたらいい？それが楽しいんじゃないか。また新しい夢を探すんだ。
私も渡すものがあるの。もっと早く返さなきゃいけなかったけど、なんだか怖くて。だけどね、今はもう怖くない。なぜかわかる？わかる気がする。本当ごめん。何も心配ないよ。ちょっと片付けることがあるんだ。わかった。すぐに戻るから。大丈夫だから、パスカル。ちょっとはタイミング考えろよな。せっかくのいい雰囲気が台無しだね。ほっとほっと。迷惑な客には帰ってもらおう。うん、やはり彼はティアラだけが目的だったようだな。そんなの嘘よ。あなた誰？もう諦めたまえ。君には君の居場所があるはずだ。さあ。ことがとても心配だったのよ。それで後をつけてあなたが襲われているのを見たの。さあ行きましょう。また魔物が現れないうちに早く。あれ、ラプンツェルだよな。おい、ラプンツェル。薄いなことはやめたまえ。マルシャ。せっかくの親子の再会だ。静かに見守ってやれ。どういうことだよ。ラプンツェルは大切な存在だ。塔の上で誰の目にも触れず、一生母ゴーテルと暮らすのだ。誰とも会えないの？それって閉じ込めてるのと一緒じゃないか。もちろん閉じ込めているのだ。
ゴーテルはラプンツェルの髪が持つ魔法、怪我や病気を癒す力を独占したいがために閉じ込めている。外からの干渉を断ち厳重に保存されるなら機関にとっても好都合だからな。好都合？機関が必要とした時に使うためだ。お前たち光の守護者が揃わなかった場合、新たな七つの純粋な光の心が必要となる。ニューセブンハートの一人として迎えるということだ。ニューセブンハート？そう、役目を終えたプリンセスの光を引き継ぐもの。守れとか言っといて、結局ラプンツェルを狙ってるってことなんだな。そんなことさせない。やはり静かに見ていられないか。ならばしばらく眠っていてもらおう。そら！お前は本当によく眠るな。はっきり喋ってちょうだい。もブツブツ言うのは嫌いなのよ。私は消えたプリンセス、そうでしょ？はっきり聞こえた？お母様、お母様って呼ぶべきなのかしら。いやねえラプンツェル、一体何の話してるの？なぜいきなりそんなおかしな質問するのよ。あなただったのね。みんなあなたが仕組んだことなのよ。すべてはあなたを守るためにしたこと。生まれてからずっと隠れて生きてきた私の力を利用しようとする悪い人たちから。 ラプンツェル、でも私を利用していたのはあなただった。どこへ行くつもり？あいつは絶対に来ないよ。彼に何をしたの？あの悪人は間もなく死刑になるわ。そんな。ほらほら、もう平気だから安心なさい。これで全部収まるところに収まったのよ。やめて。外は怖いなんてみんな嘘だった。私がプリンセスってことも隠してた。あなたにはもう二度とこの髪の力を使わせたりしないわ。二度と。私を悪者にしたいのね。ああ、そう。なら悪者になってやるわよ。